皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日はですね、ちょっといつもの iPhone のカメラではなくて、フーディーっていうちょっとインスタ映えしたい時とかに使ったりするカメラアプリがあるんですけど、それを使って撮影しました。いかがでしょうか。今日のテーマはですね、病院を受診した時に撮影した写真とか動画を SNS に載せることはありかなしかというお話をしたいと思います。医療機関によると思うんですけれども、原則医療機関の院内っていうのは他の患者さんもいたりとか、スタッフの顔も映ったりしますので、原則撮影はしないでくださいって書いてあったり、注意として言われることが多いかなと思います。うちの病院では妊婦検診とかしてないんですけれども、妊婦検診を受診している妊婦さんとかがお腹の上から赤ちゃんのエコーを見たりとかするじゃないですか。そういう時とかに病院によっては USB を病院側に渡すと動画をデータとしてくれるっていうところもあるんですけれども、そういうところってほとんどなくて、もし産婦人科医に聞いて OK であれば超音波の画面を動画で撮ったりっていうのが OK になることもあります。で、私たち産婦人科医も基本的にはその家族内とかで、例えば旦那さんとか自分のお父さんお母さんとか兄弟とかに自分の赤ちゃん今こんな大きさだよって見せたりするために撮影をするっていうふうに思ってると思うんですよね。で、少なくとも SNS に載せるなんてことは全く考えてないと思うんですよ。動画だけ撮るって言っても、基本的にやっぱり私たちって同時進行で超音波見ながら、ここが頭でここが足で今こういう感じですよみたいな感じで自分の声も入ってたり指とかも入ってたりするので、基本的にはやっぱり拡散されるってことは全く考えてないと思うんですよ。なんで今日この動画を上げてるかというと、昨日たまたま TikTok を見てたら妊婦検診の赤ちゃんのエコーだろうなっていう動画が流れてきたんですよね。で、それで多分20何週とかの赤ちゃんのエコーで、大体そのぐらいの周数になると性別が分かってきたりするので、妊婦さんの希望があれば性別を見たりとかするんですよね。で、ちょうどその TikTok に載ってた動画だと、ちょうどお股を開いていて性器が見える感じだったんですよ。で、男の子かなっていう感じで男の子の男性器もついてたんですよね。で、産婦人科の先生がいろいろ説明して、これが足で、あ、なんかついてますねみたいな感じで言ってる動画が載ってたんですよ。コメントには先生イケボとか、なんかついてるって言い方がウケるとか、その先生の声とかその先生の言い方に関するコメントとかも結構あったんですよね。でも決してネガティブなコメントとかはパッと見た感じなかったんですよ。でもその先生は果たして動画撮ることは OK したけど、まさか TikTok に載せるってことはまさか許可取られてないんじゃないかなっていう気はするんですよね。その TikTok やってない人とかだったら TikTok がどういうものかっていうのは分かんないと思うんですけど、私はその結構 TikTok をやってたりとか見てたりするので、結構荒れる時はコメント欄めちゃくちゃ荒れるんですよ。誹謗中傷とかも本当に、誹謗中傷っていう言葉が綺麗に思えるぐらいめちゃめちゃ汚い言葉とか並んでたりするんですよね。私は TikTok やってるからこそ言えるのが、もし診察の動画を TikTok 上げていいですかって言われたら、心よくいいですよとは言えないなというふうに思うんですよ。なので、SNS を全然知らない人で SNS 載せていいですかって言われて、いいよって言っちゃったのか、それともそういう許可を取られてないのかわからないですけど、そういうような TikTok が流れてきたんですよね。まず一つ目は、勝手に病院内の撮影とか医師との説明とかのお話を勝手に動画撮ったりとか音声とか録音するのは基本的には NG というふうに考えていただいた方がいいと思います。で、そういうふうに医療機関にも注意書きが書いてあるところが多いです。そして個人で楽しむ範囲で超音波の動画を撮りたい、超音波の画像を撮りたいという場合には必ず医師に確認を取りましょう。そして写真 OK 動画 OK って言われたとしても、それは SNS に開けてもいいですよというわけではないんですよね。写真動画 OK だけど SNS に載せるまでは医師は想定していないことが多いです。なので、どうしても SNS に載せたいっていう場合であれば、写真とか動画を撮影する前に、これは SNS に載せていいですかっていうふうに聞いてみた方がいいかなと思います。
超音波の検査とかよくよく見たことがある人だったらわかるかもしれないんですけど、超音波の画像とかに名前がちっちゃく書いてあったりとか、その病院の名前とかも書いてあるところがあったりするので、個人情報の特定につながっちゃったりしますし、あとはその超音波の画像にその先生の顔が映ってたりとか、全く音声も加工しないとそういうのもなんかいろいろ侵害になったりするんじゃないかなっていう気はするので、やっぱりトラブルを避けたりするためにも、そしてそのまあせっかく動画とか写真とか OK してくれた先生を傷つけないためにも、ぜひ許可を取っていただきたいなと思います。まあ、例えば TikTok とかその SNS とかも、自分はフォロワーが多くなくて本当に友達とだけやってるって思ってる人でも、何かをきっかけにめちゃめちゃバズったりして、その写真とか動画だけがどん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 拡散されちゃうことってあるんですよね。一回拡散されちゃったりすると、自分で投稿を消したとしてもスクリーンショット撮ってたりとか動画保存されてたりとかして一生残っちゃうってことにもなったりしますので、ぜひそういう SNS の投稿っていうのは慎重にしていただきたいなと思います。その肖像権とかだけじゃなくて、意外とその超音波検査の画面の中には名前とか病院名とかかなり個人情報が含まれている場合があるので気をつけてください。そしてですね、これを見ている医療従事者の方はですね、もし患者さんが動画撮っていいですか、写真撮っていいですかっていうのであれば、 SNS に載せるか載せないかとか聞いてみてもいいのかなと思います。なのでこういうのを見ると、今後動画撮影とか写真撮影に関する同意書、SNS には掲載しませんとか、掲載する場合には必ず許可を得ることみたいな、そういう同意書とかも今後必要になってくる時代になってるかなっていう気もします。なので撮影する方も撮影される側も、基本的には医療をしてるってことを前提に考えていただいて、気持ちよく過ごせるようにしましょう。そして私も、YouTuber なので YouTuber の方とコラボしたりとかすることとかもあるんですけれども、 YouTube とか TikTok とか SNS とか私いろいろやってますので、もし私の診察を取りたいという方があれば、ぜひ事前に言ってください。基本的にはですね、OK すると思います。勝手に隠し撮りをして掲載されるのは嫌だけど、最初にこの動画は SNS に載せることが前提ですっていうふうに言われれば、それ用に撮るので、それ用にちゃんとメイクもしっかりしたりとか、どうやって投稿するかとかも相談したいので、なので私がもし患者さんに投稿されるのであれば、ちゃんと名前とか病院名とかもちゃんと入れてもらいたいなと思います。そしてちゃんと SNS を見た人が分かりやすく、誰が見ても分かるような説明をしたいので、必ず言ってください。なんで動画の撮影したものを SNS に載せるのがあんまり良くないかっていうと、さっきお話したように、その、なんか肖像権だったりとか、個人情報のこととかもあるんですけれども、もう一つ、超音波の動画とかを SNS に載っけたりするのって、その人と医師との間にある診療行為のたった一部分じゃないですか。その超音波の検査の前には、いろいろ今日は何週なのでこういう検査をしますとか、その超音波の後にはこういう方針でいきましょうとか、いろいろその診療行為の流れがある中の一部分だけが SNS に載ってしまうことになるんですよね。そうするとそれだけしか見てない人から、実際これってこうなのとか、こうした方がいいんじゃないとか、こういう話はなかったのとか、いろいろと話がややこしくなっちゃうこととかがあるので、一部分だけを切り取ることになるので、他のいろいろニュース記事とかもそうなんですけどもね、一部分を切り取ることによって批判が集まってしまったりとか、他の人にとっては疑問がいっぱい湧いてしまったりとかすることとかもありますので、そういう意味で SNS の投稿っていうのはちょっと危険な側面があるかなと思います。本日はですね、診療行為中に撮影した写真や動画 SNS に載せるのはどうなのというお話をしました。ぜひですね、最近 SNS いろいろなコンテンツが流行ってますけれども、肖像権とか個人情報だったりとか、その診療行為の切り抜きとかにもなっちゃったりしますので、よく考えていただいて必ず担当医と相談してください。そしてですね、その医療機関の方針とかもありますので、必ずそれに従っていただくようにお願いします。本日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋玲奈でした。またねー。